銀行は晴れの日に傘を貸し、雨の日に傘を取り上げる。こんにちは、サ田ダ明です。大富豪ファーザーだからできるんではないか。昭和の時代だからできたんではないか。ミスター M をはじめですね、地下ソサイティの仲間たちも、はじめはみんな疑っていたわけなんですね。けれどもですね、銀行融資でお金を作るを始めて、1年目、2年目、3年目、ミスター M が元本編成いらない融資が出始めた途端ですね、 皆さんの顔の表情が真剣になりました。実際にこの辺りから仲間たちも一斉にちょうど同時期にですね、元本返済にいらない融資っていうのが出始めたんですね。本当にあるんだな、ワンピース。これは漫画ワンピースからですけれども、えー、銀行口座の履歴に大きい桁の数字が並んだ時、すげえな、これ。全然お金が減らないな。見える景色が変わりますね。 生きてきた中で初めて体感する概念ですよね。一度自分が実現したリアルを目の当たりにしてですね、次のステージへの扉、これを開いたことを実感することになるわけですね。銀行融資でお金を作るにおいてもですね、ち、え、ま、ー、ではおかしな情報で溢れかえっているわけですね。例えば巷では会計士だとか税理士の方々が融資コンサルの類を行っていることもあるんですけど、 高いコンサルフィーを支払いしても2、200, 300万円ぐらいしか融資が出ないのが常識なわけなんですね。これは誰に聞いても同じ答えが返ってきます。それが普通であり常識なんですね。不動産投資セミナーとかでも銀行融資でお金を作るが語られてるんですけれども、あれはファーザーだとか孔明弟やミスター・エム、地下ソサエティの仲間たちが実現しているものとは全く別物ですね。 なんでかというと、不動産が担保になってるんですね。不動産投資で融資を獲得しても、全額建設会社とか販売先、不動産の販売先にこのお支払いすることになってしまう。店舗展開の場合も融資が出るんですけど、お医者さんでもね、融資が出るんですけど、全員銀行から第三者に直接支払われてしまうんですね。手元にお金は残らないわけなんですよ。 で、そういうのは銀行融資でお金を作るっていうものの中では意味がないわけなんですね。間違えてはならないことは銀行融資を取ることが目的ではないっていうことですね。ファイポケツでいう銀行融資でお金を作る。これはですね、物販ビジネスで獲得したこの融資になるんですけど、これは全額自分の法人名義の銀行口座にお金が振り込まれることになるんですね。で、振り込まれたお金。 銀行口座の中に振り込まれたお金。これはそのまま置いておいても何も文句は言われないわけなんですよ。むしろ置いていた方が後から銀行に褒められてしまうっていう矛盾があるんですね。使う名目があってお金を借りているにもかかわらず、使わない方がむしろ褒められてしまう。で、銀行マンは使わないとですね、社長景気いいですね。で、例えばミスター M も全く使わ手がないんですよ。で、銀行マンさんが いや、そこをなんとか来月までにもっと借りてもらえますかと。銀行マンも明らかにですね、ミスター M がこれ以上の融資をもらっても、何も使わてのないのを知っていながら、1000万円単位のお金をポンポン振り込んできてしまうんですね。で、ミスター M も1000万円ですか。年間20万円も金利を知らないといけないんですね。1日あたり500円分高いですね。 それでは毎日一杯のコーヒーを我慢して金利を支払いすることにしますよと。こうしてですね、元本返済いらない融資が実現してしまうわけなんですね。銀行は使わてのないお金をミスター M に貸し付けるために、何の名目でこのお金が必要なのか、全部銀行側が勝手に考えてくださるっていう状況も発生しているわけなんですよ。ミスター M はただ単に着金を待ってハンコを押すだけですよね。 銀行は晴れの日に傘を貸し、雨の日に傘を取り上げる。これは半沢直樹のね、ドラマにも出てきたことですけれども、銀行融資でお金を作るの,のステージが上がるとですね、そのくらい矛盾の文学をリアルに体感することになるんですね。ちなみにミスター・エムは今、家族とともにマレーシアに住んでいます。初めの頃は余計なことを言わないようにしていたんですけれども、最近では銀行マンたちも当たり前のように知ってますよね。 Mr.M はですね、当たり前のように帰ってきましたよって言ってるノリなんですね。銀行口座のお金は使わないし、これをむしろ余裕があるっていうふうに受け取ってくださるわけなんですね。ファーザーがおっしゃいました。趣味はお仕事、道楽は貯蓄、好きな言葉は節約。これが冗談や格言の類ではなくて、具体的に扉を開ける魔法の言葉としてですね、後からじわじわと響いてくるんですね。 趣味はお仕事、道楽は貯蓄、好きな言葉は節約。この言葉をはじめですね、いくつかの言葉を覚えて、その通りに口にしたり、振る舞ったりするだけでですね、どんどんとお金の使用権、これが増加していくわけなんですね。ミスタイムも増えますね、本当に。ただし、浅い状態の理解のまま、この銀行融資でお金を作るを進めると、なかなかうまく使いこなせないですね。 二年目、三年目、何度か繰り返すことで、なるほどと。ファーザーがおっしゃっていたことはこういうことだったのかと。悟りを開いたかのごとく、腑に落ちる瞬間があるわけなんですよ。実際はファーザーからすればまだ浅いんですけれども、それでもね。それでも、このレベルまで腑に落とすことができればですね、銀行融資でお金を作るは、元本返済いらない融資にまでつながってですね、 多くの単位に達成するわけなんですね。ただし、このレベルに甘んじることなく、ファーザーの言葉を一時一句漏らさないように、そして貪欲に理解を深めていく、研究熱心具合が求められるわけなんですね。